新郎新婦の準備が整ったようです。それでは会場後方の扉より新郎新婦の入場です。皆様どうぞ大きな拍手でお出迎えください。何かとお騒がせするお二人ですが、その人柄を、その人柄をしたい、心から祝福したいという方々で、本日会場いっぱいになっております。今日、最良の日を迎えられたのではないでしょうか。お二人のために演奏してくださっているのは、新郎のわがままなリクエストにも応えてくれるバンド、ケーズ、そして新郎を古くから知る戦友、武田真治さんです。新郎新婦に大きな拍手を。
フェーズ武田真嗣さん、ありがとうございました。ナンバーワンのポーズです、ご覧ください。結婚式披露宴ではあまり見かけません。ナンバーワンのポーズです。俺たち夫婦がナンバーワンだ。皆さんもご一緒にナンバーワン。ありがとうございます。お座りください。こういった披露宴はですね、本日お日柄もよくみたいなところからスタートいたしますが、何より堅苦しいのが、苦手なお二人です。今日は皆さん肩肘張らずに思いっきり楽しんでいただきたいと思います。新郎新婦ご両家の皆様、そしてお越しいただいた皆様にとって特別な一日になればいいなと思っております。司会進行を務めさせていただくのはロンドンブーツ1号2号田村敦史です。よろしくお願いします。一人でできます。りょうさん会場にいますが、一人でできます。ナンバーワン、一人でできます。さあ、今日はですね、僕司会やるんですが、山本圭一さん、マイクがお手元にあるということで、掛け合いながらの、結婚式披露宴ということで、どうしても、どうしても喋りたいということで、手元にマイクを置いてくれということなんで、山本さん、いかがですか、はい、今入場されて。いやー、なんかね、もう涙が出てきて止まりません。いきなりすみません。皆さん落ち着いてください。みきさん、いかがですか。ちょっとあまりにもおどおどしすぎちゃって心配ですけど、ちゃんとやってください。そうですね、ちゃんとやってください、はい。皆さん出席してないからわからないですけど、結婚式の前半は、めちゃめちゃガチガチに緊張しておりました。後半はね、リラックスされておりましたけど。さあ、それでは披露宴始めてまいりたいと思います。まずは新郎と新婦のあるこの方からお祝いのメッセージいただきたいと思います。新郎がこよなく愛し、打席に立つ際のテーマ曲も歌っております。広島から菊池涼介さん、シーズンの終わったばかりの誕生日に駆けつけていただきました。こんなそうそうたるメンバーの中からなぜトップバッターかよく分かりませんけど、昨日も前日だというので食事に来ていただきありがとうございました。昨日は前田と前田健太と食事しまして、その後渋谷にね行くということで、また連絡するから待っててねって言って3時半まで待ってたんですけども、連絡が来ず、そのまま3時半まで飲んで帰ってまいりました。はい、二日酔いでございますが、まあ本当にお綺麗な奥さん、本当嬉しい涙というか悔しい涙になりました。でも本当にずっとこの時を待ってね、一緒に、共に食事したり遊んだり、自主トレを手伝っていただいて、本当に嬉しい限りです。おめでとうございます。ありがとうございます。シーズン中ね、シーズン終わったばかりなのに駆けつけていただきました。菊池さん、ありがとうございます。ありがとうございました。それではここで乾杯いたしたいと思います。乾杯の挨拶は新婦の事務所の先輩でもあります鈴木奈々様。乾杯の挨拶をかなり練習してきたということで非常に期待が持てます鈴木奈々様、はい、乾杯の挨拶よろしくお願いいたします。こんにちは、こんにちはこんにちは、アツシさん、田村アツシさんからご紹介を預けていただきました。鈴木奈々です。みきちゃん、ペイちゃんさん、ご家族の皆さん、本当にご結婚おめでとうございます。本当におめでとうございます。おめでとうございます。前は聞くタイプなんですね。私はみきちゃんと
の事務所が一緒で、あのすごく仲いいんですよ。ツインプラネットっていうあの事務所なんですけど、それで一緒なんですけど、でミキちゃんからはケイチョンさんとお付き合いする前からあの相談に乗っていたんですよ。恋の相談でさ、あのだけでいいですよ。あのここだけの話なんですけど、みんなさん知らないかもしれないんですけど、あのミキちゃんがあのケイチョンチャンネルのね、撮影の帰りに私に一本の電話が来たんですよ。そうケイチョンチャンネル の, あの撮影の帰りに私に一本のね電話が来たんですよ。どんな内容なんでしょう。でそれがですね奈々さん、今電話大丈夫ですかって来たんですよ。で、奈々さん、今電話大丈夫ですかって来たんですよ。はい、来たんですよ。はい、来たんですよ。奈々さん、今大丈夫ですかって、はい、で、電話来て、で、あの、私、今、ケイチョンチャンネルの撮影帰りなんですけど、私、ケイチョンのこと好きになっちゃったかもしれませんって電話が来たんですよ。なんで泣くんですか。思い出して、あれ泣いてんですか今。泣くのと俺たちと違うな。泣いてます。本当に泣いてるんですよ。泣いてないですよね。泣いてるんですけど、あのそれであのあのであのケイチョンとバイバイしたんですよ、撮影帰りに。でももう一度会いたくなっちゃいました。言って、マイクめっちゃ楽しいな。言ったよね。作り話じゃないですか、それ。作り話だ。本当の話、本当の話です。本当に私はそういう思い出があるんですよ。本当にケイチョンチャンネルの、そう。すみません、乾杯まだですかね。そう。で、もうやります。はい。あのそれで、あの今日あのその二人のね姿を見てたら、あのね、どんな気持ちになったんですか。私もね、もう一回結婚したいなと思って、そう、もう一回結婚したいなと思って、ちょっとミキちゃんの結婚式で、私の運命の人が見つかったらいいななんて思ってて、いいじゃないですか。私ね、あそこの席に座ってるので、あの、あそこにいるんですよ。はい、なので、もし私に少しでも興味がある方、ぜひ。そろそろ皆様の喉がね。はい、もしあのよかったらぜひ来てください。私のところにお願いします。もう一度私結婚させてください。お願いします。はい、それではあの皆さん乾杯の温度に行きたいと思います。はい、ミキちゃんとケイチョンさんのご結婚を祝して、せーの、乾杯。ありがとうございました。さあ続いては報道やケイチョンチャンネルなどでご存知の方もいらっしゃると思いますが、年の差のある2人がいかに結ばれたのか、2人の知られざる生い立ちを中心に VTR にまとめてあります。興味のある方もない方もお料理を食べながらゆっくりご覧いただきたいと思います。1968年2月23日、山本家の長男として東京都新宿区大久保で生まれた圭一さん。え、東京、広島じゃないんですか。東京生まれ。あ、そうなんや。広島にいつかまた行くんですね。そうそう、山本さんのお父さん、はい、正義さんは広島の方なんですけど、東京に嫁がれた感じ。あ、なるほど。正雄さんじゃないですか。うん、そして、うん、東京で正義さんは、うん、美空ひばりさんのコーラスをやってた。知らんけど。いやでもすごい、美空ひばりさんのコーラスなかなか。そうです。美空何の音のコーラスしてたんですか。分かんないんですけど、ナレーション続きやってます。あ、すいません。東京
京では3歳ぐらいまで生活し、その後広島へ引っ越し、すでにケイチョンポーズの面影がありますね。口からなんか出てません？何これ、よだれ？よだれって舌に垂れるんじゃないんですか？当時から気持ち悪いじゃないですか。当時からね。何なんですか、本当に。また白黒やん。出てくるやつ全部白黒。なんで全部白黒なん？カラーもあります。あ、カラーも見せてください。ほんまに山本さんや。山本さんですね。そして2学年下に弟浩二さんが誕生。いつも連れ回していました。この頃から横には浩二だったんですね。とても仲がいい兄弟でした。小学校はなんと国立の広島大学教育学部附属小学校。頭が良かったのかと思いきやくじ引きで入学しました。駄菓子？何？くじ引き？小学校では広島の名門広島中央リトルリーグに所属。ここでは同級生に兄貴鉄人と呼ばれた男金本智明選手が、その後の広島カープの選手と付き合うきっかけになります。そしてほとんどの生徒はそのまま広島大学附属の中学校に上がりますが、圭一さんは広島市立の中学校へ。ぽっちゃりし始めてダイエット。あ、これ山本さんですね、これ中学生。うわー、すごい、もうこっからこっからもう山本さんになってますけど。高校では風見慎吾さんに憧れてブレイクダンスのチームを結成。広島平和記念公園で踊っていました。それが、あ、なんか時代を感じる。どれの山本さんですか？真ん中じゃないよね。めっちゃかっこいい。ダイエット成功してるじゃないですか。同一人物違いますやん。こちらは1988年上京を決意した圭一さん二十歳の頃。ちょっとまだお笑いやってないと思う。すいません。ミキさんまだ出てこないんですか。普通はこう交代交代にこうね、その頃その頃ってやるけど、あ、30まだ生まれてへんから。そうです。だって、1999年4月生まれなんで、三島さんは。あ、そういうことか。まだ88年じゃないですか。まだまだ生まれないじゃないですか。そう、10年。1989年、平成元年に極楽とんぼを結成。加藤さん、かっこいいですね。フジテレビ、飛ぶ薬のメンバーに抜擢され、どんどん活躍。東京吉本のトップとして公開も増え、いつしか軍団山本を結成。マッコイ斉藤さんなど数々のスタッフにも支えられ、ますます活躍の場を広げていた極楽とんぼ。この頃、静岡県の港町では西野家に長女が誕生しました。え、これ新生児？新生児。でも今、手しっかりしてんの思いますね。すっごいしっかりしてる。手すっごい。でもこの時からなんかアイドルっぽいですね。こんな風になったりなんかして。新一さん25歳、彩子さん28歳の若いパパとママ。この頃、圭一さんは31歳です。お父さん、ちょっと勘弁して、勘弁というか、もう生まれた時のご両親よりも全然31歳、ご両親こんな若いのに。ミキさんは平凡な田舎の子供だったようですが、思えばママ彩子さんからアイドルになるべくして育てられたんだとか。その証拠がこちら。もういいんです。あとお母さんがだからもう気に入れたみたいな気持ちやったのかな。お母さんがアイドルになった自分が。ほんで娘可愛らしいし、これはアイドルさせようみたいな感じで。そう。でもカカロはこんだけ可愛かったらいいかもしれないですね。
1歳下には弟和美くん、そして2004年には上新くんも誕生、2人のお姉さんに。その頃圭一さんは野球チーム神様で監督兼選手として活躍。スマップの中で、すごいメンバーでやってる。中井さんも持ってるじゃないですか。遠藤さんすごい若い、みんなが若い。こちらは2006年の七五三、おじいちゃんおばあちゃんと一緒のおめでたい一枚。これが2006年。あれ2006年言うたらあれじゃないですか。いや、そうね、2006年。いや、悪くあかんし、こんな言うことちゃいますよ。この写真心痛いわ、何やっとんねん、この写真撮った後。ほんまに見てください、この金ちゃんの笑顔。ますね、これこの顔。そんな騒動を一切知らなかったという美樹さん、アイドルになりたかったママの影響もあって、12歳の頃にはモーニング娘。のオーディションにママが応募、書類選考で落選、 AKB の13期メンバーのオーディションにも書類で落選。でも特に悲しさはありませんでした。それで悲しくないの？やっぱり、アイドルになりたかったというより、お母さんがアイドルにさせたかった。ああ、だから別に自分は落ちたことにそんな寂しいとか悲しいはなかった。そうな、しかも14期オーディションで合格するんですけど、そのオーディションを進めたのも弟の勝美くんなんです。だから弟くんありがたいですね。弟くんが AKB のファンで、一緒に握手会行ったりしてたんです。お姉ちゃんがアイドルなんてどんな気持ちだったんですかね。そして2012年、13歳でオーディションに合格し14期生に。翌年には研究生からなる新ユニット前頭未中のメンバーに選ばれ、テレビ番組やドラマ出演など幅広く活躍。同期の岡田奈々さん、小島真子さんと共に三重師と呼ばれていました。その頃の圭一さんは、何やねんこの写真、妊娠中の写真ちゃうでしょ。楽しんで、夏を楽しんでる高校生の写真ですよ。反省してる。こうなった遠藤さんの反発な。何をしてんねんと。まずは、ほら時間かかったわ、今こんなんやったら。2013年には峯岸みなみキャプテン率いるチーム4へ昇格し、第2のまゆゆと期待され、2014年には初めて選抜入りも果たしました。そして2016年、圭一さんが芸能界へ復帰した年に卒業を発表。渋谷のタワーマンから西日暮里のワンルームマンションに移住しました。渋谷のタワーマンからタワーマンション住んでたんですか。一人暮らし稼いでた。言うたらそのピン入るのこれ。そして暗黒の10年を取り戻す圭一さんと、バラエティタレントとして活躍の場を広げた美樹さんがアベマの番組で初共演。その後圭ちょんチャンネルにもたびたび出演。冗談半分で交際を促していた周囲の声を真に受けた圭一さんが猛アプローチ。交際がスタートし、去年11月22日に入籍。この入籍って言いますか、この付き合ってる時に私気づいた瞬間が、圭ちょんチャンネルさん流れてますよね。海外に行ってない。海外に行ってない。妄想いや、変な彼女できたん違います。いや、なんか、いや、私今日久しぶりに山本さん見てちょっとかっこよくなってますね。恋してんのかな、あの。そうですか。これ当たってると思うよ、私。すごいな。ぶっちゃけ本当にあれ、なんで気づいてたんですか。いや、まず入ってこれ、私ね、YouTube のカメラ回ってる時には彼女できたやろって言いましたけど、ほんまは山本さんパッて見た瞬間に、あ、昨日エッチしたなって分かったんですよ。もうすがすがしい、なんかこう愛に満ち溢れた、なんかこうエッチした後の顔。私もしか、私この細かいこと言いましょうか、昨日じゃなくてエッチしてからここ来たなと思ったんですよ。
あ、昼ぐらい、昼ぐらいですよ。そう、昼2時ぐらい集合でやってたんですけど、絶対当たってると思う。すがすがしい顔しとったんです、あの男。あの男じゃない。新郎ですよ、すいません、新郎ですけどもね。やってました。お幸せになられてください。急に言います。山本さん、美希さん、お幸せに。はい、山本さん。遠慮のないコメントありがとうございました。桑畑さんのナレーションでね、お二人の生い立ちがすごく分かったんじゃないかなと思いますが、ちょっと桑畑さんもおっしゃってましたけども、桑畑さんは事前に交際を築いてたというお話ありましたけども、山本さん、パタヤンがさっきみたいにちょっと言ってはいましたけど、こういうことは一切ございませんよ。ございませんってありそうだ。するような男じゃないの分かってるでしょ。するような男だと分かってるから質問してるんですけど、なかったんですか本当に。まあ、別にあってもいいじゃないですか、お付き合いしてたんであれば。そうですね、はい、ご想像にお任せします。らしくない逃げ方だ。ありがとうございます。ありがとうございます。ミキさんはあの覚えてらっしゃるんですか、初めて会った時とか。あ、覚えてます。番組で共演して、でも本当知らなかったんで、存在も。そうですね、はい、その時には何も思ってなかったし、存在知らなかったのに、今こうやってね、はい、結構披露宴を挙げてるんで、不思議ですね。不思議ですね、本当に。あの恋愛対象として見たことがなかったんで、不思議です、こんなに。今どうですか、お隣にいる新郎、山本健一を見て。はい、でもすごくかっこいいと思います。あ、はい、ありがとうございます。ほとんどの人が飯に夢中ですけども、ありがとうございます。さあ、ここで友人代表のお祝いのスピーチをお願いしたいと思います。まずは新郎新婦の結婚の証人でもあるこの方にお願いしたいと思います。ココリコの遠藤昭三様、よろしくお願いいたします。あ、すみません、高いところから申し訳ございません。あ、高いところから申し訳ございません。山本さん、美希さん、そして、ご家族の皆さん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。あの、今日本当にやっぱ山本さんの、こういう関係はすごいなと思ったんですけども、本当にすみません、今一番近くで僕の動画を撮ってくれてるのが、うちの相方でございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いや、その横には本当に宮迫さん、ご無沙汰しております。以上です。いや、宮迫さんもおられるし、で、亮もいるし、で、ね、あっちゃんもいるし、で、堤下もいるし、で、峯岸さんもいるし、なんか、はい、やっぱいろいろ YouTube とかいろいろなんかね、見てますけども、いろんな話も聞きたいなと思うんですけども、本当に山本さん、聞いてますか、話聞いてます。サタゴいるようじゃない。サタ、ごめん、忘れてた、サタごめん。あと、フジモンさんはおられない。まだです。フジモンさんおられない。まだです。間に合わなかった。フジモンさん年内は無理そうです。あ、そうですか。林真理子さんも今日は来られてない。まだです。まだです。そもそも関係がございません。そうですね。そう、山本さんとはもう本当にね、もう32年、僕がこの時入った時の一番最初に、もう卵がパカッと割れた瞬間に見た人が親だって言ったら、もうまさに山本さん、僕らトップ1がそういうことでございまして、まあいろいろありましたけども、まあ、で話せばもうね、もう本当にたくさんあるんで、もうなかなかもうギュッと長めまとめれないんですけども、まあ叩けば、私もそうですけども、たくさんたくさん埃が出る我々ですけども、そうですね、すみません、ちょっとやばいですね、これね、あんまりやばいですね。僕は遠藤さんの背中を見て今泣きそうになっていやいや、本当にね、いろいろあったんです、本当に、いいこともあれば悪いこともあった32年でしたけども、ちょっと早いですね、こういうところでね、こういうシニングするのもあれなんですけど、いや、でもそんな遠藤さんの声をぶつけていただいて、はい、ありがとうございます。まあ、そんな
まあ、山本さん、もともと軍団というのは、あの最初、まあ、軍団ができる前、僕と2人でずっと一緒に遊んでて、遊ばせてもらってて、で、あずしだなんだ、みんないっぱいいろんな人が来て、軍団ができて、一時期はもう200人ぐらいいて、今数えたら本当にもう7、8人しかいないんですけども。でもこうギュッとした仲間でずっとこういう日が迎えられて僕は本当に良かったなと思ってますし、そうですね、まあ本当にいろんなことがありましたけども、本当に山本さんは幸せ者だし、とにかく僕はミキちゃんのことを本当にもう女神だと思ってますんで、ミキちゃんが本当に山本さんのこれからの人生を本当に、いいように、ね、こう導いてくれるそういう女神だと思ってますんで、これからも、山本さん、そして我々軍団の方も一つよろしくお願いしたいと思います。ここにいるメンバーは山本さんも宝物だと思っていただいて、まあ順番で言ったら山本さんが一番最初にお亡くなりになるという年齢的に言ったらそうなんで、その時はもう我々全員揃って最後までに届きますんで、まだその人生の途中でございますけども、本当に素晴らしい一日今日皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。山本さん、美樹さん、本当におめでとうございます。山本さん、ありがとうございます。そして鈴木奈々さんが呼び寄せるという感じは良いと思うんですが、はい、鈴木奈々さん、はい、握り締めてたやつ、ただいまご紹介に預かりました鈴木奈々です。美樹ちゃん、これやっぱりやめときます。あと鈴木奈々さん、あまりスピーチの原稿を蛍光ペンで書かないといいからピンクの蛍光ペンで書いても見づらいです。というわけで本当に山本さん、美樹さん、ご親族の皆さん本当におめでとうございました。ありがとうございます。ココリコの遠藤翔三さん、はい、ありがとうございました。そして最後まで動画を撮ってくれた田中さん、本当にありがとう。ありがとうございます。オンリアありがとうございます。まあ、遠藤さんがね、関係性も長いですから、いろいろと思い、いろんな思いがあったと思いますが、スピーチをしていただきました。ありがとうございます。続きまして、新婦 AKB48 時代の先輩であり、講師にわたり相談にも乗っていた、いわばお姉さんのような存在、峯岸みなみ様、お願いいたします。このような素晴らしい方々の中で大変恐縮ですがご挨拶させてください。みきちゃんの友人であります年中無休の反抗期、みーちゃんこと峯岸みなみです。よろしくお願いします。出た、現役で。このような大役を任されるのが初めてのことで、しかもこんな前半だと思わずにちょっとお手紙を書いてきてしまったので読ませていただくスタイルで失礼いたします。黒いボールペンで書いてました。山本さん、みきちゃん、ご結婚おめでとうございます。また、ご両家のご親族の皆様にも心よりお祝い申し上げます。ちょっと少し長くなってしまって、座ってましたね。これを教えてもらったんですけど、みきちゃんとの出会いは10年ほど前、私がひょんなことから坊主になり、AKB48 の正規メンバーから、いきなりそこから、すごい、やっぱりそこなしでは語らないということで、はい、正規メンバーから研究生に降格した際、研究生の中心として活躍していたのがみきちゃんでした。当時13歳、第二の眉優と言われ期待されていたみきちゃんは、研究生の中でも特にハードなスケジュールをこなしていました。実家の静岡から秋葉原に通い、覚えなくてはいけないダンス、歌の歌詞、セリフなどたくさんのことに追われ、よく泣いていたことを覚えています。それでも幕が開けば首が吹っ飛んでしまうほどの激しいダンスでファンの皆様を楽しませていました。あまりのパワフルさに疲れないと聞くと、毎回倒れてもいいと思ってやっていると帰ってきた時には、後輩ながらなんてかっこいいんだろうと思いました。同じチームで活動していく中で、天真爛漫な笑顔にたくさんの元気をもらい、相談をすれば意外と大人な答えが返ってくるしっかり者の一面に何度も助けられ、いつの間にか後輩であり妹であり大親友になっていきました。
年の離れた私たちですが、プライベートの時間もよく一緒に過ごしました。会えば特大のジェスチャー付きで緊急報告をしてくれるあの笑顔も、うちに泊まりに来て深夜まで悩みを語り合った時の泣き顔も、同じ時間を過ごして見つけたみきちゃんの喜怒哀楽の全てが私にとっての宝物です。少しずつ大人になるにつれて、仕事のことで落ち込んだり自信がなさそうな姿を見ることがありましたが、そんなみきちゃんに笑顔が増えたのは間違いなく山本さんのおかげだと思っています。先日ふと最近どうと質問したら、悩みもなくなって幸せだよと、 K がものすごくポジティブだから映ったのかなと話していて、その顔が少し寂しさを覚えるほど綺麗で、毎日山本さんに自信と明るさをもらっているんだなと感じました。山本さん、これから先の人生もみきさんのことをたくさん笑顔にしてあげてください。はい、どうかよろしくお願いします。はい、そしてみきちゃん、いっぱいいっぱい幸せになってください。お二人が末永く幸せであることを心から願っています。長くなってしまいましたが、これで挨拶の言葉とさせていただきます。この度は本当におめでとうございます。ありがとうございます。ミキさん、素敵なスピーチでした。はい、質問ですか？質問というか報告なんですけども、はい、あの今のお手紙全然関係ない、うちの相方の小沢さん号泣してます、ね、小沢さんが早くなんだよ、小沢、小沢さん、ちょっと小沢さんにマイク持っていきます。出ろお前、何度目のことで号泣するんだよ。何、どこが金銭に触れたんですか、小沢さん。あの、そんなにダンスして大丈夫って言ったのに、そんなにダンスして大丈夫だったのかなって泣いてるんですか。いや、素晴らしい、ありがとうございます、感動しました。いや、いいよ。会場に野良犬が来たのかなと思ったら小沢さんが泣いてました。お返しします。しょうがない、ここでそんなに流れたら。AKB 時代ないですよね、小沢さん。確認ですけど、ないですよね。嫁も子供もいないのにこんなに泣くなんてな。アイドルの女の子が泣くんだよ。すごい、もう新郎がマイクフォローやってるんですよ。すいません、 AKB 側が泣いてないです、まだ。いやいや、マイクフォローは泣いてない。なんでお前なんだよ。座ってろよ、新郎、マジでよ。私座ってろよ。なんで俺がマイクフォローするんだよ。今後やってもらってもいいですか、マイクフォロー。私ですか。はい、喋れないという人いたら、新郎がマイクフォローで。では、最後にもう一方、結婚の証人でもあり、新郎新婦ともに親交が深い鈴木紗理奈様、スピーチの方をお願いいたします。山さん、ミキの、そしてご両家の皆さん、本日はおめでとうございます。私はですね、めちゃイケという番組で山さんと30年ぐらい、親交があるんですけれども、今日もめちゃイケメンバー数人が来てるんですけれども、私が初めて山さんに会ったのが17歳で、山さんがもうバリバリイケイケで芸人さんでキラキラされてて、でまあそこから、まあ、トラブルになり会えない期間が10年続いたんです。でその10年間、まあ、軍団山本の方は皆さん裏でサポートされてたと思うんですけども、私たちめちゃイケメンバーは、一番近場の人間は、一番厳しい立場を取れと言われ、10年間山さんと連絡を取らずでした。でそれでもまあちょっとすごく気になって、すごい辛い収録とか岡村さんがもう一頑張りしてるのは、山さんが戻ってくる現場を絶対守り抜くっていう背中を見てきて、私たちは勝手に山さんへの思いが募ってる中、水浦さんと山さんが何してるのかちょっと知りたいねと、やっぱり、まあ、芸人さん多分1週間人と話さなかったら感覚を失ったりとか不安になったりとかすると思うんですけども、なんか山さんがもう5年も6年も会ってないタイミングやったんですけど、メンタル崩れてないといいなと思って、陰でもうもし飛鳥さんに怒られてもいいから内緒で連絡しようと
山さんに内緒でコンタクトを取って私の家で誰にもバレないようにご飯を用意して待ってたんですけど、どんな顔で来るんやろうとちょっと涙ながらに待ってたら、ひょうみたいな表情ですごいのんきに現れて、おー久しぶりみたいな、全く変わらない山さんがそこにいて、反省をしてなかったんですよ。してたわ。で、私はこの人は本当に変わらないんだなと思ってがっかり半分安心もあり、根っからのこの人は陽気で芸人さんで、多分何もこうネガティブなこととかを何も考えず常に楽しい方楽しい方に行くんだろうなと思いながら、まあでもそれもあのそれは私たちに見せる顔で、ね、安心させてくれてるんやろうなと思って、10年ぶりに戻ってきためちゃイケでやっと会えるっていう日にまたヘラヘラ戻ってきたんです。この男は同じ顔をして、で私はそれはすごく山さんの素敵なところだと思っていて、多分そういう山さんの陽気さとか器のでかさに惚れて皆さんこういう軍団山本ができたと思うんですけども、そんな中で結婚して私心配なことがやっぱりね、売っても響かなくてこの人って変わらないんですよ。それをミキちゃんが支えてくれるっていうことで、夫婦でトラブルが起きた時、まあ、ミキちゃんとも仲良く結婚以来させていただいてて、やっぱりね本当に変わらなくて、ミキちゃんが言うことを右から左に流してるんです。でそれはとてもヤマさんはいいんですけど、西野が苦労するやろうなと思ってすごく私は心配をしていたりもします。でこんなに若くて、バラエティのスキルもあってアイドルとしても人気があって、これから輝かしい未来が芸能界であると思うんですけど、それでも山さんを支えたいと思って結婚の道を選んだ山さん以上に熱い女だと思っています。で山さんがこれまで歩いてきた人生で、今日皆さん山さんの人柄に惚れてここに来られてると思いますが、どうか軍団山本の皆様もこれからは山さんにもらった恩を西野に返してサポートしていただきたいと思います。ということで今日もこの式、本当にケンちゃんが主役な顔で嬉しそうにしてるけど嫁さんが主役のもんやから、ということで、皆さんでこれからも西野を支えて、山さんが捨てられないような家庭を築くように私たち頑張りましょう。ということで本日はおめでとうございます。末永くお幸せによろしくお願いします。末永さん、皆さんありがとうございます。軍団山本一同肝に銘じます。そしてめちゃイケメンバーずっとあの男に釘を刺し続けてください。素敵なスピーチでした。素敵な草原さん、ありがとうございました。すごく素敵なスピーチでした。証人、結婚の証人のお二人、そして、乾杯の挨拶をされた鈴木奈々さん、お三方ともバツイチということでございます。おい、そこ言うな、それを言うな。一応が気になってる方いらっしゃるから、4人中3人がバツイチの前半戦の見せ場でございました。ありがとうございます。そうならないように願っております。さあ、これより新郎新婦にとって大切なセレモニーを行いたいと思います。いわゆる初めての共同作業、お二人ケーキの前へどうぞ。写真を撮りたいという方はですね、ケーキ台の前にお集まりください。いやいや、写真はいい、飯が食いたいという方はそのままお座りいただきたいと思います。よろしいですかね、準備よろしいですか、お二人。では参りましょう。新郎新婦によるケーキ入刀です。おめでとうございます。写
真、目線が欲しい方手を挙げていただきたい。右の方から行きましょう。はい、向かって右の方からです。はい、手を、目線が欲しい方手をね振ってください。はい、中央に行きます。中央お願いいたします。はい、真ん中の下の方お願いします。はい、マッコイの方にもお願いします。マッコイの方に。それでは、せっかくですからね、ファーストバイトに移りたいと思います。ファーストバイト、アンタイムですね。アンタイム。山本圭一さんから西野美紀さんへ、ファーストバイトです。どうぞ。皆さん、大きな拍手で。お味の方いかがでしょうか、ミキさん。美味しいです。美味しいです。ありがとうございます。さあ、さらにですね、普段はダイエットのため甘いものは厳しいようですが、今日は特別に新婦から新郎へ食べさせていただきたいと思います。久しぶりの生クリームだと思います。あ、大きめですね。しっかりバイトできるんでしょうか。では大きめに行きましたね。いけるでしょう。お願いします。あー、行きました。新郎圭一さんもファーストバイト見事にクリアです。大きな拍手を。お味の方はいかがでしょうか。いやー、久々のケーキだったもんで、なんか今血糖値が上がってまいりました。戦う気持ちが湧いてまいりました。結婚式であまり戦わなくてもいいと思いますが、ありがとうございます。久々の生クリーム堪能していただけたようです。さあ、続いてはですね、新郎新婦がお世話になった人に食べさせてあげるサックスバイトです。新婦からは大親友の平井杏奈様へ。なるほど。すいません、告知するなということだったので今急に、ね、言われてると思いますが、新郎からは宮崎県で公私ともにお世話になっている榎田大志様へ。お二人前の方へ。榎田さん、平井さん、サンクスバイトです。では今までの感謝の気持ちを込めてサンクスバイト、写真の方にもぜひ収めていただきたいと思います。では参りましょう。新郎新婦からそれぞれお世話になった2人へサンクスバイトです。どうぞ。いいですね。宮崎県の建設会社の社長さんなんですけども、生クリームたっぷりで、あ、平井さんの方はしっかり収まりましたかね。はい、さあ、これからも新郎新婦をぜひ支えていただきたいと思います。平井さん、榎田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで新郎新婦お色直しのため中座させていただきます。まずは新婦をエスコートしてくださるのは弟の西野和美様、上新様、前の方へお願いいたします。弟の和美様、上新様、前の方へお願いいたします。皆様拍手でお送りください。そして拍手をお願いいたします。さあ、続いて新郎をエスコートしてくださるのは新郎の弟山本浩二様、前の方へお願いいたします。ダメです。この方が圭一さんの
弟さん、浩二さんです。兄弟で照れくさいでしょうけど、同じフォルム、同じフォルムです、兄弟。ではエスコートの方お願いいたします。皆さん温かい拍手でお送りください。写真、これはレア写真になりますから、この写真レアですから撮ってください。浩二さん、ちゃんとお兄ちゃんの手をつないでくださいよ。お兄ちゃんの手つないでください。皆さん写真撮ってください。本当にレアな写真だと思います。兄弟、県庁が大きな拍手を求めております。皆さん、山本圭司さん、山本浩二さん、一度中座させていただきます。それでは新郎新婦再入場までしばらくご歓談ください。もうみくちゃんがめちゃくちゃ綺麗で、ちょっと AKB の中では後半いじられキャラの部分あったんですけど、そんなのを忘れちゃうぐらい本当に最高に綺麗でした。うん、全然さ、さっきさ、私さ、乾杯の挨拶でさ、あの席にね、私に興味ある方席に来てくださいって言ったのにさ、誰も来てくれないんだけど。ね、言っときます、じゃあちょっと。言っといて。言っときます、言っときます。私が45歳差で、みきちゃんが31ですよね。私たちの方が大先輩だけど、でも本当にみきちゃんの年の差でああやって結ばれた姿見て、前半から泣きました。泣いたね。めっちゃ幸せにな気持ちになれます。あ、そうですか。それよかった。ただただ幸せで笑顔に溢れてて、あとなんか結婚式がこんなに自由なんだっていうのは、まだ私、ね、卒業生の結婚式しか参列したことないんですけど、この中でも3人目、生まれてからの生い立ちの VTR が全然西野ちゃんも出てこなくて、若いから、あれがやっぱ改めて衝撃でした。そうですね、31歳差ですからね。非常に結婚式の方も披露宴も山さんがノリノリで、すごく嬉しいですね。これで心置きなく僕と藤森くんも結婚に向かってもう進められるなって、ある山さんが行くまではって俺は思ってたんで、はいはい、無理だなって、はい、ちょっと申し訳ないんでね。藤森さんは、いや、もちろんそれはもういつでも。あ、本当ですか。はい、皆様ご歓談中とは思いますが、ここで新婦のお父様たっての希望に応え、この方がお祝いに駆けつけてくださいました。歌謡界が誇る国民の一人息子、純翼さんです。大きな拍手でお迎えください。純翼さんです。波の合間に聞こえるの、海の鳴き声悲しくて、この手を離さないで、くる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 、私は踊るレッツダンダンスナイト。声かけてあげてください。真似できないこのステップ、翼って言って、波のほど吹いてきた翼、この鼓動で踊ろう、レッツダンス、翼ケツに飾らないナチュラルハイ、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らなすんでしょう、今日は朝までダンシングオンライン、ロンオリオリオイエリーイエー。真夜中の浜辺に二人きり、波の音翼踊るのよ、黄色い声援ください、くる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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ステップ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 、純翼
沙さんです。大きな拍手を。国民の一人息子、純翼さんです。皆さん、今日はこういうね、国民の一人息子ということで、皆さんね、ご存知だとは思いますけれど、純翼です。あなたは誰ですか？いや、私にとっては純だけど、お前のこと知らねえんだよ。あら、そうですか。さすが、コミュニケーション能力が高いですから、純翼さんはね。今日はね、このように来たのは、ちょうどね、純翼としてはもってこいだとは思うんですが、キャンドルタイムということでございまして、キャンドル純翼でございます。笑うとこです。笑ってください。おい、つまんねえな。笑ってください。すげえつまんねえな。あなたは誰ですか？トータルテンボス宇宙ですよ。そうですか。はい、コミュニケーション能力が高いですから、どんなことでも円滑に話を進めます。コミュニケーション能力が高いですから安心して絡んでください。金ちゃん。いやいや、金ちゃんがおられます、こちらに。金ちゃんはね、小樽のケス、県庁フェスティバルの方で、ね、一緒に舞台、ステージを踏まれた金ちゃんでございますよね。ありがとう、そっちは。ありがとうございました。金ちゃんのお父さんですよね。ご起立お願いします。どうぞ、お世話になります。お見舞いとのホークの方も頑張ってますので、よろしくお願いします。鬼越トマホークの金ちゃんのお父さんです。酒井が今日ちょっと病欠で来れなかったんで、代わりに親父連れてきたんですけどね。酒井、はい、の代わり、あれ誰ですか今座れとかに。声援が飛びました。何なんですかこちらは。こちらで何なんですか。柄が悪い。お前と絡むとみんな滑ってるぞ。帰れ。ジュンさん、すいませんね。ジュンさん、すいません。ちょっと言葉がちょっときついんで。すいませんね。熱くなりました。皆さん、お祝いに来てますから、ジュンさん。いや、でも今日はね、なぜこうやって来たかと言いますとね、西野さんのお父様がどうしてもというふうにおっしゃっていたので、はい。そうでございますの。西君のお父様でよろしいですか？そうです。なんか、初めまして。なんか、ものすごく純のファンだというふうに聞いたんです。間違いないです。なんかファンの証かなんかはあるんですか？携帯貼ってありますから。携帯にね、私の 3D 写真を貼ってあるということで、ありがとうございますね。いえいえ、だからこんなね、西野さんのお父様の方から今日は純先生来ていただけませんかというふうに呼ばれたので、私は今日、慶長さんはちょっとおられないみたいなんですけど、やってきた次第でございます。なのでちょっとここでですね、結婚式というのもやっぱりめでたい席なんで、今日私新曲を1曲持ってまいりました。どうですか皆さん、ジュンさんの新曲ですよ。もう今日今初出しでございますので、それを皆さんに、聞いて、そうですね、今日の日の、歌とさせていただきたいと思います。それでは聞いてください。ジュン翼で。マッコイさん、うやめろ、セクトル。マッコイさん、さっきのエアだろうが。すいません、ジュンさん、お祝いの席ですから。歌っとらんだろうが、歌っとらんだろうが。ジュンさん、ジュンさん、お祝いの席ですから、ちょっと言葉がね、すいませんな、怒号が飛び交うような会にはしたくありません。すいません、取り乱しました。取り乱さないでください。では、歌の方、新曲ですよね。新曲です、はい、それでは
聞いてください。縁も竹縄まだ終わらないですけどね。まだ終わらないですよ。縁も竹縄。アカペラです。アカペラのようです。縁も竹縄、縁も竹縄、竹縄で、縁も竹縄、縁も竹縄。だけど、まだ続くんですね。縁も竹縄。わあ、皆さん大きな拍手を。わあ、素敵な歌です。竹縄ではないんですけども、素敵な歌です。ありがとうございました。それでは縁も竹縄解散いたしたいと思います。ありがとうございました。純翼さん、新曲までありがとうございました。お父様はご満足いただけたんでしょうか。大丈夫だった公務店作家の鈴木公務店さん、たっての願いで縁も竹縄を歌っていただいたということでございます。公務店さんが責任を全て取ると。でも思いのほかね、小野寺さん、皆さんに受け入れられたんじゃないですか、この楽曲ね。よかったと思います。縁も竹縄ではございませんが、はい、純翼さんはですね、ちょっと、一度退席していただいて、またお二人お色直し、終わりましたらこちらの方にお呼びしたいと思います。しばしご歓談ください。何回言っても足りないくらい感謝してることはたくさんあるけど、何よりもこの結婚を一度も反対せずに。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。